今回は阪神のシーズン中のトレードやオフの現役ドラフト制度を利用しての放出候補8名を予想していきます。出場機会に恵まれなかった選手の移籍を活発化させることを目的に2022年オフに現役ドラフト制度が導入されました。横浜 DeNA での6年間で通算6本塁打と結果を残せずにいた細川誠也は現役ドラフトで中日へ移籍し、2023年シーズンいきなり24本塁打を放つ活躍を見せ、今季も中日の主砲としてチームを支えています。ソフトバンクでの5年間で通算10勝と苦しんでいた技巧派左腕大竹耕太郎は、同じく現役ドラフトで阪神へ移籍すると相手を手玉に取る投球術と持ち前の制球力を生かし、先発ローテーションをほぼ1年間守り続けました。大竹は2023年シーズン12勝2敗、防御率 2.26 という素晴らしい成績で阪神のリーグ優勝日本一に大きく貢献し、今季もここまで安定した投球でチームに貢献しています。このように移籍をきっかけに本来の実力を発揮し、その後の野球人生が変わる選手も少なからずいます。今回は阪神が放出しそうな選手8人について検証していきます。1人目、俊足強打の打撃型捕手。1人目の放出候補は片山雄也です。現在29歳の片山は50メートル走で 6.1 秒を記録する走力、二塁送球 1.8 秒を記録する強肩を持ち合わせる俊足強打の打撃型捕手として、 BC 福井から2018年育成ドラフト1位で阪神へ入団し、2019年には支配下選手契約を締結しました。以降2軍で出場機会を増やしていきます。2023年には打率2割8分8厘 OPS741 の好成績を収め、今シーズンもここまで打率3割9厘 OPS756 と2軍では安定した成績を残し続けています。そんな片山ですが、1軍出場は2022年の2試合のみと、なかなか出場機会に恵まれません。阪神には2018年から2020年までの間、3年連続ゴールデングラブ賞を獲得した梅野龍太郎、2023年にゴールデングラブ賞を獲得し阪神のリーグ優勝日本一に貢献した坂本誠志郎という2人のレギュラー捕手がいます。また捕手3人体制を敷く場合でも、第3捕手には現状長坂健也が選ばれているので、すぐに片山が1軍出場するのは難しいでしょう。梅野、坂本、長坂の下の世代には坂枝裕樹、藤田健人、中川隼人ら次世代を担う捕手が2軍で控えています。球団の捕手年齢構成の観点から見ても、現在29歳の片山がトレード放出候補となる可能性はあります。昨年は主に一塁手として2軍出場するなど、捕手以外のポジションも積極的にこなし、チャンスをうかがう片山。左の代打、第3捕手が手薄な球団にはかなり需要のある選手ですし、片山にとっても阪神に残るより出場機会は増えるでしょう。2人目、魔球カーブが武器の速球派右腕。2人目の放出候補は佐藤蓮と予想します。上武大学から2020年ドラフト3位で阪神へ入団した佐藤蓮は、最速155キロの直球と縦に割れるカーブが武器の26歳本格派右腕です。2020年ドラフトといえば、佐藤輝明、伊藤将司、村上頌樹、中野拓夢、石井大地など、今の阪神を支える主力が指名された、いわゆる神ドラフトと言われた年ですが、佐藤は現状同期の彼らに遅れを取っています。身長189センチから投げ下ろす威力ある直球と落差の大きいカーブは相手打者にとって脅威になるボールですが、佐藤の一番の課題はやはり制球力。2021年から2023年までの3年間、2軍での投球内容になりますが、いずれのシーズンでも奪三振率 9.00 を超え、2022年には奪三振率 11.78 を記録し、三振奪取能力の高さを示しました。しかしそれと同時に、いずれのシーズンでも予試球率 5.00 を上回ってしまうほどの制球難が原因で、
自ら試合を壊してしまうケースも見受けられました。なかなか課題は解消できず、2022年オフには育成契約を締結し、背番号は30から130に変更となりました。当時契約更改の場で、来季ダメだったら終わるくらいの気持ちで死に物狂いでやるしかないと決意をにじませた佐藤でしたが、未だ一軍登板なしという現状です。2023年夏にはテイクバックの小さな投球フォームに変更、2024年1月には絶対的守護神岩崎優とともに自主トレを敢行し、助言を受けるなど試行錯誤しながら迎えた2024年シーズンでしたが、ここまでは2軍で予視球率 7.64 と制球力改善の兆しは見えません。阪神中継ぎ投手陣の層の厚さ、岡田彰布現監督が自軍投手の無駄なフォアボールを極端に嫌う点から考えて、よほど制球力の改善が見られない限り、阪神での支配下登録、一軍登板への道のりは険しいでしょう。持っているポテンシャルは高いので、環境を変えると何かのきっかけで安定した投球を習得するかもしれません。中継ぎ投手が手薄な球団にとっても魅力のある選手ですので、トレードの可能性はあります。3人目、育成出身の変則左腕。3人目の放出候補は岩田雅樹と予想します。九州産業大学から2020年育成ドラフト1位で阪神へ入団した現在25歳の岩田は、背中をひねった後に右足を内側へ大きく踏み出すインステップのトルネード投法から繰り出す最速139キロの直球と7種類のスライダーが武器の変則左腕です。このトルネード投法は、岩田が中学3年時の2013年、野茂ジャパンに選ばれた際に、当時チームの代表でトルネード投法の先人でもある日米通算201勝右腕野茂英雄からヒントを得た投法です。1年目は2軍で8試合の登板に終わりますが、2年目の2022年、この変則フォームを武器に2軍で41試合登板を果たし、防御率 1.97、 奪三振率 9.56 という素晴らしい成績を収め、同年6月には支配下登録を勝ち取りました。翌2023年、1軍登板を目指すも2軍で44試合登板、防御率 4.85 と成績を落としてしまいます。結局この年リーグ優勝、日本一の原動力となった1軍の強固なリリーフ陣の牙城を崩すことはできませんでした。2023年契約更改時に、ラストチャンスだと思って必死こいてやりたいと思いますと決意表明した岩田は、2024年1月、岩貞祐太、伊藤将司らが行う自主トレに初参加し、先輩左腕2人の野球への取り組み方などを吸収します。覚悟を持って迎えた2024年シーズン、2軍ではここまで17試合に登板し、防御率 1.12 と結果を残しています。成績だけで言えば1軍に昇格していても不思議ではないですが、阪神の投手陣の層が厚すぎるため、未だ1軍昇格はありません。左打者からすると自分の背中からボールが放たれている感覚で、非常に恐怖を感じる投手です。また球の出所が見にくい変則フォームが要因なのか、スピードガン以上に打者が直球に差し込まれている点も魅力的です。投手陣が安定している阪神に在籍し続けるよりは、中継ぎ投手が手薄な球団に移籍すれば確実に出番は増えますし、中継ぎ投手がある程度揃っている球団でも左キラーとして十分にブルペンの一員になれる可能性はあるでしょう。4人目、パンチ力を兼ね備える社会人出身外野手。4人目の放出候補は豊田浩史と予想します。現在27歳の豊田は、東海大相模高校、国際武道大学、日立製作所を経て、2021年ドラフト6位で阪神へ入団した走攻守3拍子揃った右打ちの外野手です。東海大相模時代には、同級生の中日小笠原慎之助らと共に夏の甲子園大会全国制覇を果たします。4番ライトとして全試合出場した豊田は、打率3割8分1厘、
打点6を記録し、大舞台での勝負強さを発揮しました。社会人からの入団ということもあり、即戦力の期待が高まる豊田にいきなりチャンスが訪れます。2022年シーズン、チームは開幕9連敗という最悪のスタートをしてしまい、それに加えて当時主力のジェフリー・マルテが故障で登録抹消。この苦しい状況でマルテと入れ替わる形で豊田が一軍初出場を果たしました。このチャンスを生かし存在感を出したかった豊田でしたが、9打席で安打はゼロ、打率0割のまま一軍登録を抹消される悔しい結果となり、それ以降本日に至るまで一軍出場はありません。しかし2軍では着実に成績を残しています。今シーズン2軍ではまだ103打席と少ないながらも、打率3割1分1厘、出塁率3割8分3厘、OPS829 と素晴らしい成績を残しています。特に三振率の改善が顕著で、2022年に2割4分3厘、2023年は2割1分8厘だった三振率が、今シーズン1割2分2厘と劇的に向上しています。ここまでの数字の向上があれば、一軍昇格の声があってもおかしくないのですが、阪神の外野手争いは例年にないほど熾烈で、なかなかチャンスが巡ってきません。現状一軍の外野はセンターの近本浩二は確定として、不確定の残り2枠を大卒2年目の森下翔太、高卒5年目の井上康太、高卒3年目の前川右京、来日2年目のシェルドン・ノイジーら4人が争うという構図になっています。ノイジー以外の3人は全員20代前半という若さも魅力で、ものになれば10年間は主力を張れるという強みもあります。27歳の豊田からすると、さらに飛び抜けた数字を残し、かつ一軍の外野陣のアクシデントがない限り、一軍昇格は難しいかもしれません。しかし、外野手の層が薄い球団、貧打で苦しんでいる球団へ移籍すれば、一軍昇格する可能性はぐっと高まりますし、打つだけではなく、守備も走塁もそつなくこなせる選手なので、レギュラーを目指せる実力もあるでしょう。5人目、中野の後釜を狙う若武者。5人目の放出候補は遠藤城と予想します。現在23歳の遠藤は、東海大相模高校から2019年ドラフト4位で阪神へ入団した右投げ左打ちの内野手です。高校時代は強肩強打の内野手、最速145キロを誇る投手の二刀流で活躍し、入団会見時には、プロではショート1本で勝負、子供たちに目標にしてもらえる選手になりたいとショートへのこだわりを語っていた遠藤。しかし現在は出場機会を求めて内野すべてのポジションに挑戦しています。今年で高卒5年目となる遠藤は、未だ1軍出場はないものの、2軍で打撃守備のレベルを年々向上させています。1年目は打率1割5分7厘と苦しむも、徐々にプロの球に適応していき、2023年には打率2割7分と確実性が増していきました。ルーキーイヤーには3割4分8厘だった三振率が年々下がっていき、2023年には2割5厘と確実に改善しています。それに伴い出塁率もルーキーイヤーの2割3分から毎年良化し、2023年には3割2分6厘という数字を残しています。また守備面でも成長ぶりを見せます。2023年シーズン、遠藤はウエスタンリーグで112試合に出場したのですが、株式会社デルタのデータによると、守備全般の貢献度を示す UZR は2軍の選手でダントツの 10.6 を誇ったのです。打球処理による貢献度を示すレンジランズも1位の 10.7、2位の広島初期龍太郎を大きく引き離す数値を叩き出していました。打撃守備ともに好成績を残し、次世代の正二塁手候補として期待され始めた遠藤は、今シーズンこそ念願の一軍昇格を果たすため、2024年1月には3年連続でレッドソックスの吉田正尚と合同自主トレを行いました。
自主トレ前にはシーズン後半にだいぶ打率を落としてしまったので、打率を残す考え方や試合前のコンディション作りを聞きたいと思いますと意気込みを語っていました。そうして迎えた2024年シーズン、2軍でここまで48試合出場、打率2割6分4厘、出塁率3割7分5厘、三振率1割5分2厘とまずまずの成績を残していますが、未だ1軍昇格はありません。1軍の二塁手には昨年最多安打ゴールデングラブ賞を獲得したチームの要中野拓夢がいる点や、内外野守れてダイソーのスペシャリストでもある上田海、熊谷隆弘がベンチで控えている点が、遠藤がなかなか1軍昇格できない要因だと考えられます。23歳という若さや年々打撃や守備の指標が向上している点から考えて、遠藤は将来的に阪神のレギュラーを担う可能性が高い選手です。そのため球団がドラフトで放出するとは考えにくいですが、本人の出場機会確保を優先するならば可能性はあります。もしそうなれば内野のポジションすべて守れて、将来性豊かな遠藤はどの球団でも必要とされるでしょう。6人目、一軍実績十分の俊足外野手。6人目の放出候補は島田海里と予想します。九州学院高校、上武大学を経て2017年ドラフト4位で阪神へ入団した現在28歳の島田は、50メートル最速 5.75 秒、一塁への到達タイム最速 3.78 秒を記録した俊足と、遠投110メートルを記録した強肩が魅力の右投げ左打ちの外野手です。2018年のルーキーイヤーには一軍でプロ初安打を記録します。シーズンを重ねるごとに少しずつダイソーや守備固めとして一軍での出場機会を増やしていくと、2021年にはウエスタンリーグで規定打席未到達ながら21盗塁を記録し、盗塁王のタイトルを獲得するなど徐々に頭角を現します。そして翌2022年シーズン、頻打にあえぐチーム状況の中で一番ライトとしてスタメンのチャンスが巡ってきた島田は、その試合で猛打賞の大活躍を見せ、それ以降主にスタメンで起用されるようになりました。終わってみれば規定打席未到達ながら82安打、打率2割6分4厘、21盗塁と自身キャリアハイの成績を残し、2023年のレギュラー確保へ向けて自信をつけました。しかし相手投手にとって嫌な打者になるため、出塁率3割5分以上を目指したいと、前年度3割3厘だった出塁率を向上する取り組みをして挑んだ2023年シーズン、島田は打撃不振に陥ります。開幕当初は6番ライトとして積極的に起用されましたが、なかなか打率は上がらず、強みであるはずの守備でも精彩を欠く場面が目立ちました。2022年ドラフト1位森下翔太の台頭もあり、前年より出場機会を減らした島田は打率1割4分5厘という物足りない成績に終わりました。この年の契約更改時、休んでいる暇はない、来年は覚悟を持ってやっていきたいと思いますと危機感を抱いた島田、年始の自主トレでは打撃の確実性を上げるため下半身を意識してバットを振り込み、シーズン開幕に備えました。満を持して迎えた2024年シーズン、開幕一軍をつかみ取り、今シーズン初打席初安打を記録するも、与えられた打席はその1打席のみ。その2日後に一軍登録を抹消されて以来、一度も一軍登録されることなく2軍暮らしが続いています。2軍でもここまで15盗塁と持ち前の走力は未だ健在ですが、打率2割3分9厘、OPS614 と課題の打撃面では苦しい成績です。現在、森下翔太、井上康太、前川右京ら若き大砲候補が外野の枠を争っており、島田の序列がますます下がっています。上田海、熊谷隆弘がダイソーのスペシャリストとして一軍ベンチに控えている状況も、島田の一軍昇格をより難しくしている要因だと考えられます。外野手の層が薄い球団、ダイソーのスペシャリストが不足している球団に移籍すれば、島田が再び輝く可能性は高いので、トレード放出はありえます。
7人目、長打力が魅力の右打者。7人目の放出候補は高浜優斗です。現在27歳の高浜は横浜高校から2014年ドラフト7位で日本ハムへ入団した長打力が売りの一塁手です。力感のないしなやかなスイングで広角に長打を打ち分けることができる高浜ですが、確実性が課題の選手で、2018年には2軍で205打席に立ち、打率2割5厘、OPS594 と打撃を売りにする選手としてはかなり物足りない数字を残してしまいました。なかなか1軍出場機会にも恵まれない高浜は、2020年には育成選手として再出発します。この年に打撃浮上のきっかけをつかんだのか、2軍で117打席に立ち、打率2割8分2厘、OPS842 という好成績を残し、すぐさま支配下登録となった高浜は、翌2021年シーズン、1軍で107試合出場、打率2割6分2厘、8本塁打、OPS695 と飛躍を遂げました。このままレギュラーへの道を駆け上がるかと期待されましたが、翌年は思うように成績が伸びず、2022年オフ、交換トレードで阪神へ移籍します。阪神加入後は本職の一塁手だけでなく外野にも挑戦し、一軍での出場機会を伺うも一軍出場なしに終わります。二軍でも打率1割9分2厘、OPS541 と、プロ9年間でワーストの成績を残してしまいます。高浜は、成績も悪かったですし、チームの日本一に自分がいなかったのが悔しいとこのシーズンを振り返り、来季に向けて最低でもファームで3割以上を残して一軍に呼ばれたいと決意をにじませました。相当な決意を持って挑んだ2024年シーズン、ここまで2軍での打席数は少ないものの、打率3割1分4厘、OPS921 と打撃改善の兆しは見せています。しかし今季もここまで一軍出場なし。今季は不動の4番ファースト大山祐介が5月26日終了時点で打率2割1分2厘、OPS591 と大スランプに陥っている状況にもかかわらず、一塁手の高浜に昇格の声すらかかっていないというのが、現場の高浜に対する評価ということなのでしょう。新たに挑戦している外野に関しても、前述の通り、阪神で最もレギュラー争いが激しいポジションとなっており、高浜にとっては厳しい争いになると考えられます。高浜本人の出場機会のことを考えるなら、序列の低い阪神よりも他球団へ移籍した方がいいかもしれません。まだ27歳という若さですし、長打力不足に悩んでいる球団からすれば、需要のある選手だと考えられます。8人目、直球にめっぽう強いあの選手。最後の候補は渡辺亮です。今季も出番は少ないものの、活躍には目を見張るものがあります。ただ、今季活躍しても佐藤輝明の優先起用は変わらないので、渡辺は出場機会を求めてトレード志願する可能性があると考えられます。現在29歳の渡辺は、東海大甲府高校から2013年ドラフト1位で日本ハムへ入団したパンチ力が魅力の内野手です。直球にめっぽう強いことから、直球破壊王子の異名を持っています。ルーキーイヤーから1軍の試合に出場し、年々1軍の舞台で経験を積んでいった渡辺は、2019年に打率2割6分2厘、11本塁打、OPS718 と飛躍を遂げます。パワフルな打撃が魅力の渡辺ですが、課題の守備がなかなか改善されず、新戦力の台頭もあり、2022年オフ、高浜と共にトレードで阪神へ移籍します。移籍1年目は主に代打、佐藤輝明不調時のサードとして試合に出場しました。シーズン初スタメンの日にシーズン初本塁打を放ったり、7番指名打者として出場した日本シリーズ初戦で山本由伸から先制タイムリーを放つなど、要所で印象に残る活躍はしたものの、シーズン通算成績は打率1割7分7厘、OPS527 と寂しい結果となりました。契約公開時に、来年こそはいい結果を出してファンを喜ばせられたらと思いますと気を引き締めた渡辺は、
昨季パリーグ本塁打王のソフトバンク近藤健介と年始の自主トレを共にし、長打を増やすことをテーマに掲げて練習に取り組みました。迎えた2024年シーズン、開幕は2軍スタートでしたが、不調の佐藤輝明と入れ替わる形で5月15日1軍登録されると、ここまで25打席に立ち、打率3割4厘、1本塁打、OPS795 と佐藤の穴を埋める活躍をしています。この活躍を見れば、渡辺は阪神にとって必要な戦力です。しかし、渡辺の立場になってみればどうでしょうか。佐藤が調子を取り戻し、一軍へ復帰した場合、渡辺の状態が良くても、岡田監督は佐藤を使うはずです。阪神が佐藤を球団の顔として育てようとしている現状では、渡辺は佐藤が不調時の穴埋め要員の枠から抜け出せないのです。サード以外の内野を守るには守備への不安があり、代打で控えるとしても糸原健と原口文人に次ぐ3番手になってしまいます。阪神にとっては貴重な一軍戦力ですが、本人のポテンシャルと29歳という年齢を加味すれば、本人のためにトレード放出してあげた方がいいのかもしれません。内野手のレギュラーが決まっていない球団への移籍であれば、必ず需要はあるはずです。阪神の放出候補8人を考察してきましたが、あなたはどう思いますか？阪神は選手層が厚いがゆえに1軍に上がってこられません。ご意見、ご感想をコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。